こんにちは、ダイスです。今回はバトル用にリリパッドを育成してみたいと思います。現在私が使っているバトル用のモンスターでキラーマシン2とハテスナイトの2体がいるんですが、ここに合わせたリリパッドを作りたいなということで考えているんですが、まだ何のスキルにしようかは迷っていて決めていません。結構使ってる方が多くて気になっていたリリパッドを今回は作っていきましょう。まあ、リリパッドどんな方がいいのかって私は謎でしかないんですが、素早さとかで作ったりとか、あと身代わり役がね、エスピンスライムともう1体できればあとあと楽かなと思うので、そのあたりをね中心に作ってみたいなと思います。まあ、どういう感じの型があるのかって、結構リリパッドって型が多いのでちょっとね何とも言えないんですが、元になるリリパッドはいますので、この子を育成をもうちょっとやっていくっていう形にしようと思います。今ねこんな感じで結構ねいろいろ組んでいる子がいるんで、この子を利用して作っていきます。で、つけたいスキルをここにつけていくっていう形なんですけど、とりあえずジャスティスをつけて、あとウルトラガードも入れたいなと思うので、それかなと思います。なんでジャスティスとウルトラガードがついてる子をとりあえず作り、もう1個のスキルをどうしようかっていうとこなんですよね。素早さとかで最初に動けるようにするのもいいんじゃないかなと思うので、ちょっとねいろいろね試して作ってみようかなと思います。はい、ということでウルトラガードをとりあえず探していきましょう。スキルにウルトラガードいましたね。結構いるんですよ。なので作りやすさはあるんですよね、ウルトラガードって。リーズレットかな、リーズレットと、もう一体ジャスティス持ってるかな、なんかいなかった気がするんですよね。一応ね探すだけ探してみようと思います。ジャスティスないですよね。ジャスティスアイドルもねいいかなと思ったんですよ。あ、やっぱりいないか。ジャスティス作んないとですね、メタルライダーが必要なので、とりあえずメタルライダーをじゃあ作っていくという形で進めていこうと思います。メタルライダーはスライム系と、あと、ランク順にしてちょっと探すんですけど、確かね悪魔系の C ランクが必要になってるので、 C ランクの悪魔を探していきます。鉄球魔人とかまあいるけどブルーイーターでいいかな。お、素早さ持ってる。素早さ入れるんだったらこっから作れますよね。ってことで素早さで作りましょう。で、最下でいいので一番低いレベル帯にいるスライムを利用していきます。ダブルスライムとかでもいいんですけど、あ、ここも素早さ2がある。水芸素早さ1、まあ、ここでいいか。これで、メタルライダーを作ります。素早さを育てる。で、ジャスティスは残す。まあ、こんな感じですね。で、一度配合してとりあえずレベル100まで育成し作っていこうと思います。素早さもここにつけちゃったので、次作りたかったリリパッドにはウルトラガードを仕込んで一緒にレベル上げちゃいましょう。作りたかったリリパッドにはさっき見つけてましたよね、ウルトラガードを入れて、まあどっちでもいいんですけど、リーズレットでもいいかな。あ、L にならないから別にクラーゴンでもいいですね。まあいいか、リーズレットで作っちゃおう。これでウルトラガードと、まあ何でもいいんですけど、あまり気にしないのでリリパッドの場合はね。なんでこれ入れといて一度レベルを上げます。で、素早さに関してはランクがまだ3なのでマックスまでね多分上げた方がいいんですよね。なんでそれだけなんとか作り替えをねしていこうかなと思います。これでこ
この子が一番早いからちょっと入れ替えをして、これでいいかな。うん、これで出来上がりました。そしたら、レベル100まで上げてこようと思います。これで一度、くっつけます。配合でリリパッドとメタルライダーでリリパッドに入れて、リリパッド側は何もいらない。ここだけ上げて、はい、 OK。 ウルトラガードと素早さ4とジャスティスを入れて、これでね、身代わりマダンってどっち持ってるものことになるので、いい感じです。基本的にリリパッドに身代わりしてもらって、でスピンスライムにバイシオンかけてもらって2体で倒すみたいなやり方がね、できればいいなと思ったんで、この方法にしました。まあ、いなくなっちゃった時にいろいろできるし、 S サイズでリリパッドと運用ねしてる方も多くて、なんかやり方的にもなんとなく覚えたのでこれでね、いいんじゃないかなと思って作ってみたのですが、いいでしょうかね。ちょっと分かんないよね。一回確認してみましょう。おじいちゃん世代の確認がしたいんで、とりあえずモンスター詳細で確認。メタルライダー側にちょっともったいないことになってる？もしかして、もともとリリパッドが悪魔系なんですよね。そうすると悪魔とスライムで作っちゃってるから、リーズレットはハテナハテナハテナでしょ。で、スライム系と悪魔2体になっちゃってるので、ちょっともったいないですよね。これだとなんかかけたいですよね。かけるときには、リリパッドが悪魔でメタルライダーがスライム系なんで、それ以外の2体を1回かけたいですよね。なんかいないかな。ちょっと確認しましょう。スライムと悪魔以外で作ってる子がいれば、その子をかけていきたいです。ちょっと、そうだな、なんだろう、ランク別で一回確認しましょう。何がいいかな。ドラゴン、ドラゴン入ってても大丈夫ですよね。あ、この辺か。ドラゴン系と魔獣系で作った子だったらなんか良さそうじゃないですか。多分なんかいないかな。あ、これもいいね。ちょっと確認。シュリンプ何で作ったんだろう。あ、もったいない。自然自然なんだね。ニードルフィンも多分作ったはずなんで、何かしらが加わってるはず。これもか。自然系と自然系になっちゃってますね。ロック調は、ロック調は、あ、いい感じだ。この子にしよっか。ロック調ありですね。ロック調あり。ロック調あり。あとなんだろう、作ってる子がいいんですよね。スライムジョーカーまで来るとスライム系になっちゃうんで、ちょっと違う。お、嘆きムーンは卵から出た子ってないんですよね。あ、嘆きムーンもありだ。ありでしたね。これはここ親不明なんで卵から出てる。ホワイトビートは作った気がするな。確認。これはもったいないね。じゃあロック帳にしよう。はい、ってことでロック帳とね、後でねかけたいと思います。まあ、こんな感じで一応違う種族で組んでる子で最後にかけるんで、もう一回レベル100まで育てないとですね、結構時間かかっちゃいますけど一度やってきます。一度レベル100まで育て終わりました。結構ね時間はかかるんですけど楽しみですね、リリパッド。
時間はねかかるんですけどね、すごい楽しみなのでワクワクして育ててきました。これでリリパッド と、さっき見つけたロック帳をかけちゃいます。違う子の方がいいのかもしれないんですけど、まあ、一度ねかけられる子なのでこれをかけましょう。はい、で入れたいのがウルトラガードと素早さアップ4とジャスティスだけなので間違えないようにして、間違ってないですよね、大丈夫ですよね。これで出来上がり。うわ、光んなかったな、光るかなってちょっと思ったんですけどね、今日何回か配合しましたけど1回も光ってないな。はい、できました。これでスキル割り振りをサクッとやって、一応ね素早さアップにして、ジャスティスを使う方にしました。詳しく見るとこの中だと身代わりもできるようになってて、まあ、マダンテでね、MP が高いほど魔力が上がるっていうことで、リリパット MP が高いかというと、まあ、そんなことないのでアクセサリーとかをつけてね MP の量を若干上げてあげようかなと思います。はい、という感じで一応出来上がりました。アクセサリーつけるんだったら何がいいんですかね。今修練系のメダリオンにしてたんですけど MP を上げたいし、攻撃上がっても、まあ素早さはちょっと魅力的ですけど、ここかな。賢者はいるのか、賢者もありかもしれない。賢さも上げて賢者もまあありですよね。博愛はちょっと違うかな、素早さ系でもなさそうですよね。ゴーストクロークも個人的には好きなんですけどなんか違う気がするし、怒り、まあでもなんかさっきのやつな気がするな、なんとなくですけど。賢者の指輪、リーズレットが今つけてるんですけど使わない予定なのでこれにしましょう。一応これで出来上がりっていうことにしようと思います。まだね入れ替えとか配合とかもう一回やるっていう可能性もあるんですけど、一度ねクイックバトルとかランクマッチに連れて行ってどんな感じなのかっていうのも試してみたいので出来上がってよかったです。一応 HP も1300は超えましたし、とりあえずキラーマシン2とハテスナイトとの組み合わせがどうなるのか見てみたいなと思います。よかったらチャンネルのご登録、高評価、コメントよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。それではまた、 See you!